トトナック族によるボラドーレスの儀式。パパントラでオラルでベラクルス州。ダンサデロスボラドーレス、あるいはボラドーレスは、古代メソアメリカに起源を持つ儀式である。この儀式は、モダナイズされているものの現在でも、メキシコの一部地域に残っている。ボラドーレスはもともとは、メキシコ中央部の縄族、ワステ家族、オトミ族に起源を持ち、 その後メソアメリカの全土に広がったものと考えられている。儀式はダンスや30メートルのポールを登るといった段階を踏み、そのポールの頂から4人がロープにぶら下がり、地上まで降下する。5人目はポールの頂に残り、踊ったり、笛や太鼓の演奏をこなす。神話によればこの儀式は深刻な干ばつを終わらせてくれるように神みえ、 混成するための意味を持っているとされる。この儀式は必ずしもトトナック族に起源を持つわけではないが今日では特にベラクルス州パパントラデオラルテではボラドーレスの儀式にはトトナック族が強く関わっている。この儀式はユネスコの無形文化遺産に登録されている。ウィキメディアコモンズには段差でロスボラドーレスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。